こんにちは。さ、見してみなさい。というわけでですね、今回は、はい、投資家に向いてる手相、やったー、があるかどうか見ていきましょう。あります、見てください。あります。今回だからどっちかというとエンターテインメント的な、エンターテインメント的にしたいな。ああ、なるほどなるほど、ぐらいです。はい、うん、じゃあもうズバリ投資家に向いてるかどうかの手相を見ていくということですね。見ていくということですね。うん、これは神尾さん、うん、ね、プライドが負けられない戦いですね。まあないわけがない。なかったらこっちが間違ったわ。実際ね、投資家に向いてる手相って言ってもね、解釈の仕方でいっぱいあるんですよ。あ、はいはい、あ、なるほど、うん、なんで、うん、その一概にね、これが当たってる当たってないというのは、まあ、あ、はいはい、どうかとは思うんですけれども、うん、僕がこれはそうだろうということでピックアップした5個、うん、おお、5パターンの手相を今回はみんなにやるかどうか、そして皆さんにご紹介したいと思いますよ。はい、はい、まずはですね、はい、知能線で、はい、このようにですね、うん、小指の方に跳ね上がる手相、はい、こちらですね、うん、現実的、現実主義的な方で、はい、商売とか、まあ、経理とか、うん、数字にも強いですね。おー、あと言語能力にも強いです、うん、で流行りに敏感で、はい、冷静に情報収集する能力があります、はい、感情的にならず情報収集できるってことですね、うん、はい、一般的に金運、詳細、金銭感覚に優れ金儲けが上手という方になります。さあ、見せてください。欲しいな、うん、ないな。ユリアンはこういう感じで、はい、まあこんなんですから、ちょろっと、はい、残念、うん、残念、ちょろちょろ、そうだね、現実主義的で、うん、器用貧乏なタイプですね。貧乏、器用貧乏、いろいろできるけど、いろいろ、まあ、ちょ細かくいろいろできるって感じ、うん、突出はできない感じ、突出、いや、まあそこまで金とか、うん、詳細とかが秀でてるかって言ったらそうでもないかな。なるほど。うん、アリーサは？アリーサは、ないね。ない？ない、残念。ないの？うん、もっとよく見てください。うん、アリーサはこういう感じかな。下に下がってる、ちょっと下ってる感じかな、うん、でも最後のね、はい、視線がね、うん、ちょっと、おっと、ちょっと上向きにはなってるっちゃなってるけど、可能性はある、これではまあそうにはならないですね、まだまだ、うん、ということですね。神尾さんどうですか。はい、はい、神尾さんはどうでしょう、うん、ないですね。ないの。神尾さんはね、うん、もうちょっと知能線が下がってって、はいはいはい、若干ロマンチストタイプ寄りなんで、あ、そうですね、うん、そうですね、なんで嬉しそうや、なんで嬉しそう、喜ばそうってこと言ってるちゃうわ。こんなロマンティックなのにロマンティック投資やってるのに、ロマンチックトレーダーって、ロマトレ、ロマトレありそうやな。あ、でもトレードに俺はなるとか言ってね、ロマンを抱いて、あ、ほんまや、トレードをやってるのかもしれないですね。無理やりかつなげてった。まあでもまだ5分の1でしょ、これは。そうです、5分の1ですよ、まだまだ、もちろんまだまだ、こっからや、うん、そうですね、こっからこっから、はい、全員ゼロ点ということで。まだゼロポイント。はい、奈良口さんは、うん、そういう、僕はね、どっちかというとあの上向きではないんですよ、ちょっとマスカケっぽいので、マスカケ、ね、ぶった切るやつなんで、うん、まあどっちにしろないですね。うん、うん、はい、次です。はい、この辺にですね、うん、こういう感じで出る線がありますね。うん、こちらも直感線と言います。直感、うん、ある気がする。直感力、ひらめき、そして本質を見抜く力。おお、うん、あんたなんでそんなことわかんの、私のこと見えてんのぐらい、ちょっと怖いぐらいの人っているじゃないですか。いる、うん、なんでわかんの、なんで考えてることわかんのみたいなね、うん、インスピレーション、うん、あの別名ギャンブル線とも言われてまして、うん、まあひらめきとか直感力がすごいので、うん、
ここ一番で勝負しても勝てたりするんですね。なるほど、ギャンブラー、そういう風な線と言われてます。それあるかどうか見てみましょう。投資家には大事ですね。投資家には大事やぞ。絶対あるな、うん、全然ない。縦線のかけらもないな。ギャーないわ。横線しかないですね。これね、なかなかないんですよ。ないんですね。ないです。どっちか言うとないな。ないの？ないない。普通にあの綺麗な感じやもん。あ、ありがとうございます。うん、横線がシャシャカシャカシャカって。トゥルトゥル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 。逆に横線。神谷さんどうですか？うん、なんかありそう。え、あれある？それ？神谷さん高齢とかですね。いっぱいあるじゃないですか、なんか立ってて。うん、何本あるの？こっちどうですか？こっちはちょっと横かな。うんうん、こっちは横ですね。神尾さんの左には出ていますね、こういう線がね。いっぱいあった。うんうん、でもこれ直感力が優れているっていうような線で、神尾さん1ポイント。1ポイントいいな。だって初対面でユリアの弱点見抜いたから。でもユリアの弱点は見抜けそうやけどな。コミュニケーション力高そうで低いっていう。そういうやつかどうか知りませんけれども、はい、うん、でもう一つ、はい、これはね、3つ目ですね。3つ目です、うんうん、これはある人がいるかも。お、ですよ、チャンスよ。まあまあいると思います。よし、うん、これは単純に成功を表してるんですけれども、はい、太陽線に縦線、あ、まあこの薬指の下のところに縦線、しかもちょっと小指より、お、うん、小指より、まあ、そこ太陽球って言うんですけど、そこに縦線がある人ですね。縦線がある人ですね。これは単純に成功を表します。成功を表して、そしてこの小指寄りっていうことはですね、そのそういう金銭運的な寄りの成功を表すので、これ一つ入れときたいなと思いまして、でまあこれこっからですね、感情線から出てなくてもいいです。もっと下から出ててもいいです。もちろんこっちから出ててもいいです、うん、はい、っていうようなことですね。はい、どうでしょうか。いやー、ありますよこれは。あ、あるあるんやん。うん、ユリアの場合はですね、はい、ない方がいい。 ない方がいい。ない方が願望。番組的にはそうだ。そうですよね。そうですね。こんな感じね、になってますね。はい、どういうこと。その中にちょっ と, ういうと、ん、いや、手相になりかけの人ってこういう線が出る、成功仕掛けてる。いや、違う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 、うん、まだ、うん、この線が出てから成功する人もいるし、うん、違う、こんなんで、まあ、出ているとは言われへんからね、ただのシワや。シワや。これ、まあ、でもこれで、まあ、努力して高めていけば、うんうん、成功、太陽線というかね、成功線になり得る。シワ、兆し、兆しがある。兆しのシワ、兆しシワ、兆しシワ。そう、こんな感じです。ツルツルよりはいいんですね。ツルツルよりはいい。ツルよりはまだなんかこう線が出来上がっていく過程かもしれないから、ね、はい、なるほど、うん、よしよし、うれましいやろ。うれましい。あったら謝れよ。私にあったら謝れよ。はい、アリサ見てみましょう、はい、一応これと見れますね、はい、一応これですね。あ、それと、え、あれ、うん、1ポイント？0.5 0.5 何それ。いや、1ポイントにしときましょう。やった、まあ、ちょっとね、薄い、まあ、薄いではあるんですけれども、はい、うん、こういう感じで出てますんで、はい、よく見たらです、はい、うん、よく見たら、よく見たらね、やっと、なんかこうはっきりとこう、はい、遠目で見て、あ、これ線だって分かるようなもんではないんですけれども、うんうん、こういうあの虫眼鏡とかで光照らしたら出てますんで、よっと、まあ、なりかけてると。ユリアンよりもだいぶなりかけてるっていうことですね。先輩尊敬します。何このドヤ顔。尊敬します。すいません、続いていきます。うっとうしいわ。カメさんどうですか。僕はもうあれですわ。ああ、バチコーン出てますね。あ、こっちすごいです。わ、すごいね、すごいね、これ縦がすごいギシャギシャじゃないですか、縦に。虫眼鏡これはですね、うん、濃い、深い、はい、深いですね。ちょっと線の太さ変えましょう、もう。深すぎる。深すぎてとね、こんな感じでね、神尾さんの場合ね、この上の部分だけ見ると出てるんですけど、うんうん、なかなかないですよね、この川みたいにして見てる人、うん、これはもう、まあ、成功確定という感じになりますね、うんうん、それもうちょっと見せてください。あ、こっちでですね、うん、めっちゃ長い。そう、長いですね。
一応その下でもですねちょっと細い線にはなるけどこういう感じで続いてますんで、うんうんうんはい、これ太陽線ですね、まあ2ポイント、1ポイントやったー、じゃあ合計3ポイント1ポイント0ポイント0 そうですね、まだ0、あとでも2つ、あと2つあります、あとまだまだちゃんと巻き返せるぞ、うんうん、もう1つは、うん、ソロモンの輪、うわー、これはこちらはですね、はい、ソロモンの輪、かっこいい名前な、ここら辺にこういう風に出る線ですね、もうちょっと太くしようかな、あ、輪っかじゃないんですね、そうですね、人差し指の周りをこういう感じで囲ってる輪っかですね、もっと望みがあるかも、あるんじゃない、これはソロモン王から来てるんですか、ソロモン王から来てます、はい、投資家に限りありませんけれども、これ頭の回転が速くて洞察力が優れているんですね、状況判断能力がものすごい優れていて、また直感力という代名詞にもなります、うん、この線もですねここ一番の勝負に勝てる、そして努力を惜しまない線なんですね、投資家向きですね、そうですね、そういう線になります、素晴らしい、はい、あるかな、あるでしょう、これは当てはまってますもん、言ったことが、うん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 、努力を惜しまない、うん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 、ない、ええ、あれ、音、あ、来た、魔王の輪じゃない、ソロモン、魔王戦、魔王戦一文字違い、出ない違いもうちょっとね、これがね、うんうん、上に出てほしいね、あ、うん、あ、確かに、つけ字じゃないもんね、これはね、こじつければそうとも言えることは言えるかもしれないですけども、はい、うん、ユリアンの場合ですね、ここら辺からこういう感じになってるんですね、あ、遠い、いや、まあ、しかもこんなにはっきりした線ではないです、なのでちょっとソロモンの輪とは言えないかなって感じですね、薄い線でこんな感じ、うっす、うっす、なんかこんな感じかな、消えゆきそうなの、うんうん、なので、出来かけとかちゃうんですか、もうちょっと上から出て、うんうんうん、で濃くなればソロモンの輪と言いますね、うん、できっかけです、できっかけ、さっきからずっと赤ちゃんばっかりやな、うん、だから伸びるんや、これからどんどん、つまり0点はい、アリサお願いします、どれがツルツルじゃん、あ、ないね、まあ、はい、ツンツル点そうですね、ユリアンよりまあもしかしてできるんかもしれないですけど、別にできてなきゃいけないわけじゃないからね、はい、はい、こんな感じ、 あるとしたら、あるとしたら、ソロモンの輪になりかけているというふうに見たらこんな感じにも見えるぐらいの横線があるぐらいの話です、そうなんだ、ソロモン見習いですね、まあ、見習いか、え、つまり0点0点か0点何点とか期待したのにな、つまり0点カミさんどうですか、僕はちょっとないかな、ないかな、そうですね、まあこれはソロモンの輪ではないですね、輪ではないです、輪ではない、うん、まあでもそこに線があるのはいいことですっていうような線は出てますね、うん、おー、やっぱな、出ます、ですがこのソロモンの輪ではないです、ですので一応0点と0点させていただきましょう、うん、こういう感じでちょっとね、これね、なりかけというか、つながっていけば、ここがつながればソロモンの輪という感じで、まあこういう感じで出てる方は1ポイントということですね、はい、次にですね、はい、ラスト、これはラストです、5ポイントやな、ってからこれで5点や、これで5点、そんなクイズ番組ちゃう次はでも僕は3ポイント差し上げたい、カミオさんと並ぶでバラエティ番組みたいなやつよ、それが大事ってことですね、大事というか、はい、大体これがない人は、はい、その金銭に恵まれている人はあんまりいないので、お、まあ重要ですよね、はいはいはい、はい、一般的なことですけれども、小指の下にある縦線を財運線と言います、はい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 、ここですね、はい、こちらです、はい、うん、こんな感じで出てるんですけれども、はい、この財運線が長ければ長いほど財運があると言えます、おお、これね、この環状線まで伸びてるっていうのが一般的です、はい、で長い人はですね、うん、
この運命線の方まで伸びてる。わお。でもっと長い人は生命線の方まで伸びてる。わー。でこれまあ途切れてないとしてくださいね、うん、だから長い人はまとめますとここまでこう伸びてるというような感じになりますね。へー、まあ、これが生命線だとしてね、うん、でこの長さは金運の強さ、お運の強さですね、はい、を表し、そしてこの財運線の入る位置はですね、うん、金運の種類を表しているんですね、うん、種類とは例えばですねこの投資家に向く金運は、うんまあ、僕の観点ですけれどもこちら、おお、薬指より薬指よりですね、こちらの人は、うん、投資気質、物事をお金を運用しようっていうのができる人なんですよ、うん、そういう運がある人なんですね。運用して財を増やしていく才能があるっていうような線になってます、うん、もちろんこんなに長くなくてもですね、はい、ここだけでもいいわけですね。一般的には投資線とも言われますもんね。そうですね、そうなんだ、だこっちよりもこっちと、はい、いうふうにあります、はい、はい、これなかったら神尾テレビ出る資格ないんだよ。ないないないよ。投資番組じゃないですよ。投資番組やし、まあね、うん、2人ともあのもう OB なんで。いや OB じゃあ一応そこ G にしといて。OG 一応一応おっさんじゃないおはい、ということで、はい、これなかったらもうあるよ、卒業をかけてね、うんうんうん、あれに決まってるやん。ほんまにあるに決まってるよ。神尾TV の出演者や、いや分かってるよな、買ってますよ、しとけよちょっとここはうーんバラエティの決まり消す、どうやって消す、圧、僕からの圧、なんとかしなんとかしなんとかしますガッガッ、いやでもほんまにないわ今消したんですよ。消すとかどうとかじゃなくてないわ、消したんです今ちょっとこれを珍しい、こうしたいなって判別してあげたいなって優しさ出たけど、ちょっとこれは嘘になっちゃうかな。え、まあこっちの線をなんかこうこっちの仲間入りさせてあげたいなと思ったんやけど、うんはい、全然ちゃう線やしなくてでもう一回見せてみて。これはもう決してバラエティ向けに言ってるんじゃなくてほんまにないってことだね。そうだね。ね、後でまた言おうと思ったんですけれども、ちょっと財運って金運的な線、金運に関係ある線は出てます。おお。うん。ここら辺にね、注意、注意。よっす。注意。ちっちゃい。よっす。まあ皆さん見えますかね、この注意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 。こんな線ありますね。あ、ここら辺に注意、注意。なんなんそのさりげない線。注意。遠慮がちやない、かわいい。これはね、うん、お金が入ってきたら使ってしまう散財線。いやー500万使ってもった投資してもったいや投資ちゃうでそれ、まあ、これがね今から勉強していくことによって、はい、伸びればここら辺の太くなっていけば、うん、これがどんどん太くなっていけば、うん、もしかして採用が見えてくるかもしれへんから、ね、あーやったやった、うん、可能性はある、うん、今はもうあの帰ってくださいえ、つまり今のこの状況は入ったら出ていく散財、散財線ゼロ点だーいやマイナス3点マイナス3まあまあ0点でいいですよ。0点だね。手相にマイナスなんかまああるわあるかと、まあマイナス1ぐらいかな、マイナス1で、マイナス1、まあ、分かりました。ここにこんなに全く線のない人はなかなかいないよ。いない、珍しい、うん、逆に多分神尾ガールズの中では1人だけやと思うやったやん。ということでアリサに聞きましょう。頼むぞアリサ、うん、はい、うん、ああこれね、こういう感じでね、ほらえっ、シャーって出てるやろ、うん、流れがあるでしょ、うん、運気の流れがあるでしょ。しかもこれ、うん、運命線から出てんのよ、うん、長いですよね。運命線から出ててちゃんとこっちに繋がってるでしょ、うん、え、すごいやん。アリサ薄くあるんですけれども、はい、アリサの場合はこういう感じでね、こういう運気の他の流れもありつつ、すごいよ、細かい流れもありつつの、うん、ちゃんと金運の方に出てる。やったということで、まあ完全な、うん、なんていうか遠くから見てもあめっちゃいい金運の手相してるなっていう風ではないんですけれども、うんうんうん、長い、まず長さと、うん、どっちか言うと、うん、
ど真ん中よりもこう中に入ってるじゃないですか、うん、もうこの終わりが ね薬指寄りにいってるじゃないですか、はい、だからその主となる線がですねこっちにちょっといってるところがあるんで、はい、あるやばい投資家に向いてるってことですよね。投資家に向いてる運を持っている。先輩先輩先輩ついていきます。1点。やった1点すげえ1点と、うん、ありがとうございます。まあこういうね、そういうあの線を持っている人は、うん、とりあえず投資を始めてみれば、はいはい、もしかして才能が開花するかもよということです。やった、可能性がありますということですね。ありがとうございます。で神谷さん行きましょうか。不思議ですね。いろんなところから、いろんな線から、生命線から、運命線から、そして中段からも、ここからもね、うん、どん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 そのあらゆる線が大運に向いてるんですか。そうですね。まあ、そんな羨ましい線あるんですか。くっきりですね、あの伸びてもいるんですけれども、うん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 、めちゃめちゃくっきりした線というよりは、はい、ちょっと薄めの線がですね、うん、金運の方に伸びてると。何それ。いうふうに言えますね。全てのほとんどパワーがですね、お金を集めることに向いている。それはなんか違う。なんかマイナスな印象なんですけど。いやでもものすごいですよ。こんなあの財運線を持ってる人はなかなかいないと思うんで、うん、8点。3ポイントじゃんかいな。何その型破りな得点の入り方。3ポイント言うのだろうね、8点。そのぐらいあるってことや。いやこれね、なかなかいないですね。はい、1本アリーサぐらいあって、はい、あるやんっていうぐらいのもんなんで、こういう金運の線ってね、だからこんなに向かっていく人はいないですね。あと太い線がですね、1本だけドーンと出てる人もやっぱり素晴らしいですね。うん、こういう感じでドーンと出てる人もいるという感じですね。で、まあ、こういう方はですね、逆に貯蓄の才能がないと言われてます。ない、なのでお金をコツコツ貯めていくには向かないと。逆に運用の方、どう使うか、はい、どう効率的に使うかっていうことを考える方が向いていると。で、これお金の運用だけじゃなくてですね、自己投資、はい、自分を肥やすような、まあ、セミナーに行ったりだとか旅に出たりとか、そういうのも運用なんですね、はい、だからそういう方も向いているということです。なるほど、うん、ただ気をつけないといけないのは、お金を使う層っていうことには変わりないんですよ。うん、まあ、賢く投資的に使おうとはするんですけれども、はい、なんかこうこれっていうものがないとただ散財に終わってしまったりするんですね。まあ、セミナーといえどですね、なんかいろんなセミナー行ってみようみたいなことで自分の身にならなかったらですね、それは散財ですよね。投資にはならないですよね。自分で投資と思って行ってても、あの秋っぽくていろんなとこ行ってしまう、いろんな分野行ってしまって身にならない、まあそんな身にならないっていうことはないと思いますけど、何らかね、結果を変えるとね、意味はないですからね。そうですね、結果が出ない、出にくいっていう時は浪費、はい、だからこんなちょっこちょっこなんか出てる人と同じような線になって、いやーユリアン線と一緒で、ユリアン線と一緒になっちゃうということなので、そういう恐れがあるので、はい、うん、何かね、目標とかそういうものを定めていくのがいいですね。人生で目標とか、あ、自分はこうなるんだとかいうのがあったら、すごくあの有効なお金の使い方、投資的なお金の使い方ができる線というふうにも言えますということですね。で、こちらの線はですね、その人にご馳走したり、お礼したりするのも投資というふうに考えてください。それもですね、結局生きたお金の使い方 をできるということです、そういう将来に生きるお金の使い方を意識するようにすれば、そのブレずに、はい、自分の特性を生かせるということですね。なるほど、自分の運気を生かせるということですね、うん、はい、ということで、はい、結果はですね、結果発表、結果発表、ワク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 、神尾さんが11点。おお、11点。そしてそしてアリーサが4点。おお、4点。まあ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 、うん、そして何点。ユリアンがもううつす価値になってた。消しといてください。マイナス1点ということで。マイナス1点もらえた。あ、ことや、マイナス
イナス1やから、うん、マイナス1もらえる。でも綺麗になかったね、白紙状態だよねまだね。だから今からですよね、どんどん生まれてくるっていう、うん、あ、まあ投資家の才能は全くないけど、うん、この YouTuber としてみんなの笑いを取る才能あるから独立したい、うん、ちょっとここでここですんのちゃんと分かってるの、順落ち、落ちの三段落ちのパターン分かってるからお笑いは無理でしょ。そうやね、でもお金は入ってこへん入ってもちょろちょろ使っちゃうんだ。ちょっと採算してもちょこちょこ入ってきてちょこちょこ使ってしまうどうしようもないやはい、はい、次にですね、うん、これは番外編なんですけれども、うん、僕が思う、うん、実は向いてるお層がですね、はい、これですね、おオタク線。おこの人はですね、オタクの方向性が、うん、投資に向けば、うん、えげつないぐらいの結果を発揮するかもねと、あいうふうに僕は考えてます。可能性としてね、知能線が、まあ、下の方かなり下に向かっている、下に向かっているということですね、うん、まあ、基本的には投資なんかには向かないんですけれども、うんうんうんで、まあ、いろんな分野の、まあ、いわゆるオタク線でいろんな分野を極める中で、うん、もし投資にハマって投資オタクになったらすごくなるってことね。そうです、大体その投資にハマる裁量トレーダーってハマるの難しいと思うんですけれども、うん、はい、ジェシー・リバモアさんなんかは僕手相見たことないですけれども、うん、かなりオタッキーな投資の仕方ですよねめちゃめちゃ覚えてるみたいな、あそういうあのトレードスタイルなら向いてると思いますし、また今の時代だったらですね、ボットを作ったりするのも向いてるかもしれないですね。自動売買、そう、自動売買をのシステムを作ってしまうと、うん、いますね、そうですもんね、うん、そうですね、それで結果出す人もいますから、うん、そういうのが向いてるんではないかと思います。なるほど、以上がですね、投資家に向いてるんではないかと、最後はちょっとトレーダーに向いてるっていう考え方ですけれども、はいはいはい、以上がですね、投資家に向いてるって、そう、うん、じゃないかということで、七節がピックアップした5つになります。おお、面白かったあのいつものお勉強コーナーだけど、こういうエンタメコーナー面白いですね。面白い、面白い、あんなもっとやりましょう、うん、多分皆さんも一緒に探してやってくれてると思う、何ポイントとかっていうの。そっかそっか、マイナス1ポイントの人も大丈夫、絶対一緒にお金持ちになろうね。はい、いやはいってないやつ。ゆりやん、滑り線出てるんじゃん。滑り線出てる、また今度教えてください。ああ全部滑りだみたいな。というわけでね、今回はじゃあ5つのポイントから、はい、5つの手相から、まあ、投資家に向いてるかどうかっていうのをちょっと、はい、エンターテインメント的に、そうですね、お届けしました、うんうん、でも本当にね、ここに線がある人は向いてるって言いますので、うんうん、まあだって僕が生きた証拠ですから。そうですね、説得力ある。うん、ナムさん何点ぐらいなんですか。僕ですか、うん、僕は50点ぐらいある。ダメでしょ、不正。嘘僕はまあでもまあ 2,3 点ですね。あれ、あ、リサより下ですよ。それ、え、じゃあ6点ぐらいですか。リサが勝ってるってことで一応そうさせておいてもらいます、うん、はい、なるほど、うん、もうちょっと濃い線が出てるので、ね、はい、はい、というわけで、じゃあ次は例えば、まあ、企業家に向いてる線とか、あ、いいですね、あ、知りたい、まあ、もしくは YouTuber に向いてる線とか、あ、いいですね、そういうのもちょっとじゃあまたピッカー、これ向いてなかったら終わってるだろ。絶対向いてるよ。じゃあ次画面で見といてな。更新して見といてな。よ、来るから来るから、ちゃんと。もし YouTuber に向いてたら来て。向いてたら。玄関でこれ見ろ。出そう見ろ。なかったら帰ってもらおう。せつな。というわけでね、はい、今後もそういうまあいろんな、ちょっとエンターテインメント的にいろんなところに向いてる線とか、はい、そしてお勉強コーナーの続きもね、どんどんお送りしていきたいと思いますので、はい、見逃さないためにもぜひチャンネル登録のお願いいたします。エナマガトライアンってやってますので、こちらもご登録ください、はい、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。この動画を上げてもらえた方はぜひシェアの方もよろしくお願いします。ツイッターのでぜひシェアしてください。動画説明欄にこの動画に関する説明やツイッター、フェイスブックのリンク貼ってますので、ぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。